こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ユニトロボーンより、はい、こちらマグロ寿司ファイヤーエンジンです。それでは見ていきましょう。ということで、なんとこれ特別なユニトロボとなっております。はい、というのも見てください、スシロー。はい、このスシローのね、はい、ロゴが書いてます。なんとこれスシローとのコラボ商品になっております。いや、嬉しいね。はい、で、はい、裏を見ると、はい、このスシローでありえない合体って書いてますね。このスシローでこのマグロ寿司を食べてる少年がいて、その窓の外には、はい、ファイヤーエンジンがいますと。で、さらにこれタクシーも見えてるね。はい、っていうね、はい、感じのストーリーになっております。で、これの中に今撮ってるんですけど、はい、このチラシが入ってました。はい、スシローのこのスタンプを貯めて抱っこ寿司グッズもらえるらしいです。小学生以下のお子様に限りますけれども、はい、なんかいろいろ可愛いのがあるので、ちょっと買った人見てみてください。はい、じゃあちょっと見ていきましょうかと。で、もうめちゃくちゃ増えてるわけ、ユニトロボーンって。はい、また分けました、例によって。ここ乗り物ゾーンです。はい、乗り物ゾーンね。ちょっとこの端にもまだあるけど、はい、乗り物ゾーン、うん、で、ここが、なんか機械とかなんか消しゴムとかそういうものゾーンね。はい、で、これが生き物ゾーンです。はい、生き物ゾーンで、ここ植物ゾーンです。はい、まあこれも一応生き物です。はい、このはい、で、次ここ食べ物ゾーンね。はい、食べ物飲み物ゾーンです。まあ一応このパイナップルとリンゴも一応まあこっちにも一応属するみたいな感じになってます。はい、ってなった時に、今回はどこにこの2つが振り分けられるんだいってことなんですけど、このファイヤーエンジンは乗り物ゾーンですね。はい、こっちで、このマグロ寿司は食べ物なのでこっちになります。はい、っていうもう全く違う2つが合体しちゃうよってことなんで、ちょっと見ていきましょう。まずはこちらファイヤーエンジンから見ていきましょう。こんな見た目になっております。やっぱファイヤーエンジンとか消防車って最高ですよね。かっこいいですよね。はい、こうやってコロがついてるので、こうコロコロで転がすことができますと。めちゃくちゃかっこいい。そして、はい、こちらスシローです。はい、このスシローのマグロですね。マグロ、はい、いや、スシロー行きたくなってくるよ、このお皿見たらね。このお皿の再現度もすごいし、この見て、マグロのさ、ほら、このなんかちょっとデコボコしてるんですよ、ほら、このリアルさ。そして見て、お米一粒一粒が立ってる。はい、こうやって、で、こう2つにこう分かれて、このちゃんと2貫乗ってるよっていうことが分かりますね、皆さん。お米食べろ。はい、ということで、なんとこの2つが合体しちゃうっていうことで、ちょっとやっていきましょう。このジョインとジョインを合わせまして、ここでいきます、合体。はい、うわ、なんか出てきました。ちょっと見ました、今の変形方法。ちょっと早すぎて分からなかったと思うんで、もう一回やりますけど、いきますよ。この状態いきます。はい、合体。はい、回ってるんだよね、こんな感じで。おいおいおい、回転寿司だからって変形も回転ですか。素晴らしいよ、素晴らしいよ、これ本当に。はいはい、回転しておりますと。素晴らしい。はい、で、変形させていきましょう。まずはこのはしごちょっとずらして、足開いて、つま先を出して、で、はい、ここの体の部分を起こしてあげて、で、このスシローを倒して、後ろの部分も、はい、くるっと倒してあげれば、はい、これでユニトロボマグロ寿司ファイヤーエンジンになってしまいますと。いや、この後ろの羽めちゃくちゃかっこいいし、これなんと秘密が隠されてます。ここ見てください、この鞘みたいになってるんですけれども、ここからなんと、はい、なんとサムライソードを出すことができます。刀ですね。はい、
ジャパニーズ刀をなんとこうやって装備させることができる。ほら、しかもこうやってやれば動く。ほら、こうやって切ってる真似ができるっていう。面白いね。はい、でこの正面にはなんと、スシロー、スシロー、この2つ、なんと胸と前だれにスシローの文字が来てるっていう、このデザインもね、めちゃくちゃいいし、シンプルに顔かっこいいっていうね。はい、最高です。まあ、という感じで、この変形見た時に、あ、そういえば回転しながら変形するユニトロボいたなと思って、はい、こちらです。はい、スーパーカーステーキです。これも乗り物と食べ物なんですよね。しかも同じ赤色っていう、なので結構親和性あるんじゃないかなと思うので、やっていきたいと思います。いきます。合体。はい、回転、このね、この回転ですよと。ナイフとフォークを外しまして、はい、足出して、これを下に、はい、下ろすと。はい、こっちも下に下ろして、お、いい音しますね。で、これをナイフとフォークをくっつけてあげまして、はい、これでユニトロボ、スーパーカーステーキになります。いいね、この剣持ってる感じで。さらにアッカのやつがもう一体いるので、もう一体ちょっと見ていきましょう。はい、こちらユニトロボーンの元祖と言っても良いでしょう。こちらアップルロブスターですね。はい、このアップルロブスターもちょっとやっていきましょう。合体。はい、足が出てくると、今度アップルロブスターの新しい、あ、アップルロブスターじゃねえわ、あのトレーラーエッグプラントロブスターみたいなやつ出ますよね。はい、青いやつが。はい、でこれで、はい、ユニトロボアップルロブスター完成です。はい、なんとこの赤上下合体が3体になってしまいました。これの何がすごいのかっていうと、一旦ちょっとこれを外します。全部、はい、上と下に分けましょう。こんな感じで上と下に分けます。はい、でこっから何が分かるのかっていうと、なんとこのパーツを分けて合体できちゃいます。はい、ということでちょっとやっていきましょう。まずは、はい、ロブスターファイヤーエンジン。はい、いや、めちゃくちゃかっこいいです。はい、そして、ロブスターファイヤーエンジンやったので、じゃあ、はい、こちら合体。はい、マグロ寿司スーパーカー。はい、背が高くなりました。はい、そして最後こちら、はい、アップルステーキ、はい、になってしまうと、こうやってもうこの3体でもう好きなように上下で合体させられるっていうね。しかもこれ、あの、上下合体だから全部なので違和感がないんですよね。どれも違和感なく、こうちゃんと、あの、ロボットの形を保ってるっていうところがすごいところですよね。はい、ということで、はい、まあ普通の、まあかっこよくなるよねっていう感じの合体ですね、今のは。はい、じゃあちょっと他の合体も試してみませんかということなので、やっていきましょう。はい、ありえない合体がやっぱユニトロボーンのね、真骨頂だと僕は思ってますので、ありえない合体してなんぼでしょう。はい、ということで、じゃあ何を合体させるか、上下だからね、足と上半身だからちょっと難しいんですけれども、これかな。はい、まあ、とりあえず困ったらツリーです。はい、ツリーとマグロ寿司、はい、合体させちゃいましょう。はい、あれかな、このなんかスシローの中にある観葉植物ないけど、はい、合体。はい、ということで足を出してあげて、あ、このままでもいいかも。体こうやってさ、出さなくてもさ、はい、出したら下向いちゃうから、このままでもいい。あ、え、意外とあり、意外とありです。はい、おもろい、おもろ合体ができちゃった。こういうね、意外な合体がちょっと良かったりするのがユニトロボンの面白いところです。
はい、じゃあ次これもいっちゃいましょう。はい、次はショベルトレジャーマグロ寿司です。はい、ショベルトレジャーマグロ寿司いっちゃいましょう。まずはここ合体させて、はい、で羽を出すと、そしてこの状態の前に、はい、くっつけていくと、このマグロ寿司いきます。合体、はい、うお羽が2つに増えました。いや、これもありだ、ありだ。うん、こうやってちゃんとね、うまいことこう自立してるからね。はい、うわ、おもろ、ショベルトレジャーマグロ寿司。はい、ありありね、羽がちゃんと2つになってる、おもろい。はい、まあ、っていう合体ができましたと。じゃあ次はこれね、これ足だからね、足だから上半身を探したいんですけれども、あ、これいっちゃおっかな、ペングイン。はい、ということで、ファイヤーエンジンペンギンいきましょう。合体、はい、なんかペンギンがちゃんと上半身だから、まあまあなしではない、なしではないよね。ちゃんと手もあるし、上半身顔もあるし、あ、うん、なしではないなしではない以上のことはないけど、はい、いいですね。じゃあこれもいっちゃおっかな。はい、ファイヤーエンジンケーキですね。はい、これどっちも白赤だから、カラーリング的には合ってるんじゃないでしょうか。いきます、合体、はい、おっと、これはちょっと上向いちゃってる、なんか、うん、なんかそう、ミーアキャットみたいな姿勢。うん、あ、でもなんか意外とこの白と赤で結構合ってるかもしれない。これはこれでいいね、いいんじゃない。はい、まあ、っていうのがありつつ、ちょっと最近ブルドーザーやってなかったな、そういえば。ちょっとこれいけるか試してみますか。ブルドーザーマグロ寿司、はい、黄色ちょっと似てるからこの色やっていきましょう。合体、はい、おおお、これこれは、あ、やばい、ここが、ちょっとここが結構干渉している。はい、やばい、ここが結構、こうやってちょっとくっつけて、腕あんま前に出さずに、はい、こうやれば、あ、いけたいけたいけた、ほら、なんか腕4つある、怪力だ、怪力になってるけど、まあ、一応合体できた。ただもう全然ね、あんまりちゃんとした合体ではなかったけど、はい、一応合体はできるという感じですね。あ、面白いね、これは。いや、もうちょっとなんか模索したいですよね、なんか面白い合体を。これいいんじゃない、これいいんじゃない。なんか最近さ、何にでもチーズかけるからさ、このマグロ寿司にチーズもありなんじゃないの。ほら、なんかありますよね、たき、きっと、うん、こういうデカチーズではないと思うけど、なんかありそう。寿司チーズのこの組み合わせいきます。はい、チーズマグロ寿司合体、はい、でこの後ろのチーズを開いてあげるとどうなるのかと。はい、あなんか虫みたいになった、ガに見える、この羽と触覚みたいで、ガみたい。はい、まさかの合体になってしまった。はい、え、面白い、ちゃんと立つ。はい、っていうね、感じができたりとか。ちょっと最近のもやってみましょう。こちらウォーターガンです。はい、このスシローで喉が渇いて水鉄砲を飲むっていう状況でしょうな。はい、じゃあやっていきましょう。マグロ寿司ウォーターガン合体、はい、おなんかこれが耳みたい、耳に見える、なんか うさぎのような、なんかね、ちょっと異世界の生き物みたいな感じになっちゃってるけど、いいんじゃないこれも。はい、まあていう感じでしょうか。うん、まあいろいろやりましたけれども、いや、すごい、このさ、合体方法を考えた人やっぱすごいよね。もうこの
マグロ寿司ファイヤーエンジンがやっぱ完成されすぎてるから、まあ普通に他のやつとも合体させてって楽しいんですけど、やっぱこれ単体でもめちゃくちゃ楽しめるっていうのが個人的に楽しいんですね。はい、ここ合体させると、はい、回転する。やこれが楽しすぎる。うん、本当にスシロー行きたくなるもんこれは。はい、まあ、ということで、皆さんもこのユニトロボーンを買って近くのスシローに行ってマグロ寿司食べましょうっていうことですな、これは。はい、まあ、ということで、今回の、新しいユニトロボーンのスシローコラボいかがだったでしょうか。やっぱ楽しいね、ユニトロボーン。ちょっともう最近出すぎてユニトロボーンがもう机に乗らなくなっちゃってきてるんですけれども、まあでもね、個人的にはもうめちゃくちゃ大好きなシリーズなんで。あと、そう、あと次もね、あのトレーラーロブスターエッグプラントだったかな、 なんだかちょっと名前忘れましたけど、青いやつが出るんで、3体合体のやつね、それもちょっと楽しみにしたいと思います。ということで今回の動画は以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。